楽しいというか。リデさんコンです。今日はパルテナ、パルテナデイ。痛いな。違う。あら。ほい。めっちゃ飛ぶ。お手元さんこんばんは。このカードもなんか結構面倒って聞きますね。ダックハント側が。あ、違うな。届く？届かないよね。メロンソーダさんこんばんは。いいよいいよ。そっか、オリクーエヌで缶攻撃しながら殴れるのか。頭出たけど。強っ。強い。強しくん。コルトさんこんにちは。ひみさんこんにちは。初見潜入者さんこんにちは。こんばんはか。そう、僕が剣士キャラ以外を使う。いけたな、2発目。逃げ切れず。危ない。え、読めてた。お、飛ぶ。飛びますね。ニカさんこんばんは。いいな。どうしよう。わあ。どうする？ごめんなさい。繋がらない。怖い怖い。
まい。いや。まあ。欲しいぞ。無名さんこんばんは。欲しいぞ。夏風なう。お大事に。ピチではね、僕クラウドでいいかなと思ってます。クエヌがあるからピーチでは冬がしづらそうな印象はありますね。と違うな。危ねー。さすがに無理。まっ、うん、司さんこんばんは。佐久間さんこんばんは。クエのね、どこからどこで当たってもコンボにつなげられるのは確かに強いですよね。え、また僕のパルテナコンボないんやけど。安っ。クエヌ様、ごめんよ。生まれてる。僕のパルテナコンボない。僕のバルテナコンボなし。グローブさんこんばんは。本気出してもいいんですよ。おと思います。体力的にねしんどくて割と後悔してる。どっちかというと、まあ、体力というよりもあれかな、消し飛んだ。もっとどっかのオフ行ってスマブラすればよかったなっていうのが一番大きいかな。せっかくだからね。これ動か、うまい。なんとなんとヘルプ。ほい。あ、絶対バズる。ワンワンカレー食べに行くか。消し飛んだ。ロクティさんこんばんは。スマブラでご飯食べるんですか。そんなつもりも、まあ食べたいですけど、これ戻れるのすごいな、このキャラ。
クーマエ、クーマエありがとう。クーゴありがとう。まい、あ、待って待って待って、さすがにまだでしょ。よーし、まい。おい、嫌な予感するな。強気だな。やっべ、嫌な予感する、嫌な予感する。ありがとうこういうこと。ちょっと大人げなかったかしら。サブキャラってメインに似た方がいいんですか、どうなんだろう、教えて。パルテナ詳しい人、このいうタメキャラに対して窮屈な思いしなくていいのはいいですね。こいつこいつなんかでかすぎて当たんねんけど。ほこたさんコンプです。彼の逆襲いつ始まるんだろうね。尻尾のせいか知らんけど、よく当たるけど。ミュウツーの逆襲見てない。興味は少しありますけど見てないですね。ミュウツーは原作で122キロ、あのね、宙に浮いてるから体重関係ないっていう話だった気がする。それね、デラックスから言われてる確か。最近見た映画はそうだな、ドラクエですね。ドラクエは見に行った。僕はドラクエは結構楽しめましたけどね。ドラクエ好きなら僕は楽しめるんじゃないかなとは思う。まあでも多いっていうやつもいるんだろうな。てかそういう人の方が多いのかな。お、うまい。ワンピース僕全然物語知らないから見てないかな。嫌な予感する。はい、ひまじんさんこんばんは。11は僕クリアしてますね。スイッチ版は買おうか悩んでますけど。